赤で示したところが胸椎の位置。人では12個の骨からなり、上から下へ T1、T2、T12 である。横側から見た典型的な胸椎脊椎動物において、胸椎とは、頸椎と腰椎の間にあり、脊椎の中央を構成する部分。人では12個の胸椎骨があり、頸椎と腰椎の中間の大きさをしている。腰椎に近いほど大きくなり、 下にあるものは上のものよりもずっと大きい。肋骨頭と関節接合するために、椎体の側面に下が存在すること、及び肋骨結節と関節接合するために、すべての横突起に関節面が存在することにより、区別される。慣例的に人の胸椎には T1、T12 の番号が付けられ、第1が頭蓋骨に最も近い。 これらは、第2から第8胸椎までの一般的な特徴である。第1と第9から第12胸椎には異なる特徴があり、以下で詳しく説明する。胸部の中央にある椎体はハート型をしており、前後と横方向の幅が広い。胸部の端ではそれぞれ頸椎と腰椎の端と似ている。後ろの方が前よりも、わずかに厚く、上と下は平らで、前から左右に、突で、 後ろに深く凹んでおり、横と前にわずかにくびれている。両側に肋骨半下を停止、上の一つは、追求根の根元近く、下の一つは、親しいキレコンの前にある。これらは、手つかずの状態で軟骨に覆われており、椎骨が互いに、関節接合されると、入り込む、椎間線胃軟骨とともに、あばら骨頭を受け入れるための楕円形の表面を形成する。 胸椎追求根は後方でわずかに上向きになっており、親しいキレコンは大きさが大きく、石柱の他のどの領域よりも深くなっている。追求板は幅が広く厚く瓦状である。つまり屋根の上の瓦のように下にある椎骨のものと重なり、追求根と接続して脊髄を取り囲み保護する。椎間孔は小さい円形で各椎間ごとに二つずつあり、 一つは右、もう一つは左に、神経根から出ている。C 項は、脊柱管としても知られる椎体の後方にある、大きな開口部である。胸部の高さで脊髄を含み保護する。トゲ突起は長く、環状断面が三角形であり、斜め下に向いており、薄板から生じ結節された末端で終わる。これらの突起は、第五と第八まで重なるが、 上下方向があまり斜めではない。上の積雪突起は、追求根と追求板の接合部から上に突出している骨の薄い板である。これらの蚊は、実際的に平らであり、後方及び少し側方上方に向けられている。下関節突起は、かなりの程度追求板と融合し、突出するが、下側の境界をわずかに超える。蚊は前を向いており、少し打ち、 下を向いている。横突起は上の積雪突起と追求根の後ろの弓から生じる。厚く、強く、かなり長く、斜め後方及び横方向に向いており、肋骨の小結節で関節運動するための小さな凹面の前面にあるバチ状の端で終わる。第一胸椎と第九から第十二胸椎はいくつか特有な形状を持つ。第一胸椎は 椎体の両方の側面に第一肋骨の頭に対する関節下全体と第二肋骨の頭の上半分に対する半下を持っている。椎体は頸椎の椎体と近い形をしており、幅が広く多面で両側に唇がある。上の積雪面は上向きと後ろ向きであり、トゲ突起が厚く、長く、ほぼ水平である。横突起は長く、 上部の C キレコンは他の胸椎のものよりも深くなっている。胸神経1はこの下を通る。胸神経2はこの下を通る。第1胸椎よりも大きい。胸神経3はこの下を通る。第4胸椎は第5胸椎とともに胸骨格と同じ高さにある。胸神経4はこの下を通る。57歳男性の胸椎 X 線 T3 と T。 7の位置を表面で示した図。それぞれ健康と胸の中央、肩甲骨のかかどに位置する。第5胸椎は第4胸椎とともに胸骨格と同じ高さにある。人の器官は第5胸椎の高さで2つの主な気管支に分かれるが、呼吸により肯定する。胸神経5はこの下を通る。胸神経6はこの下を通る。胸神経7はこの下を通る。 第8胸椎は、第9胸椎とともに、肩上突起と同じ高さにある。胸神経8はこの下を通る。第9胸椎には下に半下がない場合があるが、両側に2つの半下がある場合もある。後者の場合、第10胸椎には下がなく、上部に半下がある。胸神経9はこの下を通る。肩上突起は、軸平面で同じ高さにある。両側に下全体があり、 追求根の側面に部分的に配置される。つながるあばら骨には頭に一つのかしかないため、下にかの類いはない。胸神経銃はこの下を通る。追体の形や大きさは、腰椎の椎体に近い。肋骨頭の関節下は大きく、主に追求根に位置する。胸部の他の部分よりもこの胸椎と次の胸椎のものが厚く強い。トゲ突起は短く、 向きはほぼ水平である。横突起は非常に短く、末端に結節があり、関節下はない。胸神経11はこの下を通る。第12胸椎は、第11胸椎と同じ一般的な特性を持っているが、腰椎のように突で横に向いた、下関節面により区別される。その椎体や、椎版トゲ突起は腰椎に似ている。横突起は上、下。 外側結節の三つの隆起に細分化され、上と下は腰椎の乳頭突起と腹突起に対応する。同様の隆起の痕跡が第10と第11胸椎の横突起に見られる。胸神経12はこの下を通る。他の動物では胸椎の数が大きく異なることがある。例えば、ほとんどの有体類には13個あるが、コアラには11個しかない。 12個から15個が、哺乳類では一般的であり、馬バク、サイ、ゾウでは18個から20個であり、極端な例ではナマケモノには25個あり、クジラメには9個ある。この記事には、パブリックドメインであるグレーの解剖学、第20版102ページ本文が含まれています。ありがとうございます。